この項目では、パラグアイ共和国の歴史について述べる。先コロンブス期の現在のパラグアイに相当する地域には、グアラニー族や、狩猟民族が存在していた。1537年にこの地が、スペインの植民地となると、スペイン植民地社会とイエズス会による、グアラニー族への不況尊楽の二重社会が成立し、スペイン統治下で、 現在のパラグアイ共和国の前身となる領域的な一体感が形成された。グアラニー族が高度な文化を発達させたイエズス会の不況村落が1767年のイエズス会追放によって衰退した後、19世紀に入るとパラグアイは他のイスパのアメリカ諸国に先駆けて1811年に独立を達成した。独立後のパラグアイは南アメリカで 最も産業化の進んだ国家となったが、1864年から1870年まで続いた三国同盟戦争によって国家の基盤は完全に崩壊した。その後、社会は停滞したまま20世紀を迎え、チャコ戦争やパラグアイ内戦を経て1954年にアルフレド・ストロエ・スネルによる長期独裁政権が樹立されたが、1989年に クーデターによって独裁政権は崩壊した。先コロンブス期の紀元前1000年から紀元前500年頃にかけてアマゾン地方からグアラニー族がこの地に到来した。アンデス山脈の住民のような国家を形成しなかったグアラニー族は焼き綿農業、狩猟、採集などを行って、生計を立て、通貨を持たず、一夫多妻制によって築かれたて、 とと呼ばれるのの拡大家族ををを単位としてて物々交換を基盤に階級のないいい社会を築いていたグアラニー族の他にもパラグアイには農耕を行わずに生計を立て食料が不足するとグアラニーを襲撃するチャケニョと総称された住民がおりグアラニーとチャケニョは互いに敵対していたスペインによるアメリカ大陸の植民地下及びポルトガルによる アメリカ大陸の植民地下も参照パラグアイを中心とする植民地時代のラプラタ地方の地図。1537年8月15日、聖母の秘書店の日に、ブエノスアイレス。先住のグアラニー族たちは、スペイン人と出会うと女性を提供し、共存を受け入れた。1542年には、ラプラタ地方の地方長官として、ブエノスアイレスが放棄されていたためアスンシオンに壁さで、 バカが派遣されたが、風紀の粛清に努めた、壁差でバカは1545年に現地化した、スペイン社会の代表者イララによって、追放されてしまった。当初、グアラニー族たちは共通の敵だった、狩猟民との戦いを目的に、スペイン人と密月関係を築いていたが、1556年にエンコミエンダ制が導入され、グアラニー族がスペイン人に分配されるようになると、 それまで、偽兄弟だった、グアラニー族とスペイン人の関係は一挙に険悪なものとなり、五百七十九年に起きたオベラーの反乱のように、十六世紀後半を通して、グアラニー族の反乱が相次いだ。パラグアイでは当初エンコミエンダ制として、グアラニー族の拡大家族制度テピーを基盤に、先住民を生涯を通して、奴隷労働力とするヤナコナ制が採用されたが、 あとに、ヤナコナ星は、先住民を一定期間の労働力として使用する、ミタ星にとって変わられた。イララの死後、ガライ、エルナンダリアスとパラグアイの司令官は変わり、ガライの第にはアスンシオンからの植民団によって、サンタフェやブエノスアイレスなどの都市が建設された。16世紀後半にはインディオへのキリスト教の布教のために1 5 7 5年に、フランシスコ会が、 1588年にイエズス会が到着し、エルナンダリアスはフランシスコ会の不況村落の建設を後押しする。一方で、イエズス会の不況村落に対しては、イエズス会の要請を聞き入れ、不況村落内の先住民の自由を認める決定をスペイン王に承認させた。1611年にイエズス会の強い働きかけによって、インディアス審議会がエンコメンデーロによる、 奴隷労働からのインディオの解放を定めたアルファロの法令を発令すると、インディオの奴隷労働力を奪われることからこの法令に反対したパラグアイのスペイン人社会とイエズス会の敵対は激しいものとなったが、それでもこの法令によって、イエズス会の不況尊楽に暮らすインディオがエンコミエンダから解放されることが法的に認められた。アルファロの法令の発令以降、 イエズス会の不況存落は王室の保護の下で大発展を遂げ、以降パラグアイではスペイン人社会とイエズス会の不況存落の二重社会が形成された。1618年にパラグアイからラプラタ地方が分離され、ラプラタはブエノスアイレスを中心とする独自の司令官区となった。一方、パラグアイはポルトガルの脅威にさらされていた。 ポルトガル領ブラジルのサンパウロを拠点とする武装体験隊バンデーランテのドレーガリエンセイ隊中尺1が1629年のサンアントニオ村襲撃を契機にグアイラ地方のイエズス会不況村落をも襲撃するようになったのであるこのサンアントニオ村襲撃事件を受けてイエズス会のアントニオルイスモントーヤはグアイラ地方の1 2千人を率いて 現アルゼンチンのミシオネス州に撤退し、翌1632年のバンデーランテの襲撃によって以降グアイラ地方はブラジル領の一部となった。バンデーランテの襲撃に抵抗したイエズス会はスペインの権力から独自にバンデーランテへの対策を講じ、1641年3月のムボロレーの戦いでグアラニー族を率いて、 約2950人からなるバンデーランテの進行軍を破り、以降バンデーランテの襲撃は小規模なものとなった。その後、1680年にブラジルからのバンデーランテが、スペイン領だったウルグアイガートガンにコロニアド、サクラメントを築き、ブエノスアイレスのスペイン人に脅威を与えるようになると、不況尊落のグアラニー族はこの時の戦いに3000人の兵力を供出し、 ポルトガルと戦った。ラサンキシマトリニダーデパラナとヘスウスデタバランへのイエズスカイ伝道処分。1993年に世界遺産に登録された。1630年にイエズスカイパラグアイ館区長がインディオ保護官に就任することが定められた後、18世紀に入る頃にはイエズスカイの不況尊落の数は30に達し、最盛期の1730年には 人口14万人を数えた。アルトパラナ川とウルグアイ川の狭間の地域の約10万平方キロメートルに存在した。この30の不況村落はイエズスカイ国家とも呼ばれ、イエズスカイ氏とグアラニー族によって高度な自治が展開された。不況村落の男性は職業に関わりなく、戦士として武装し、イエズスカイ氏やスペイン軍の軍人によって指揮され、 スペインの戦争に動員された。経済面では、不況村落の土地制度は、各家族に割り当てられたアバムバエと共有地のトゥパムバエに分かれ、後者がより一般的なものとなった。トゥパムバエでは、牧畜やマテ茶の栽培が行われ、不況村落で栽培されたマテ茶は産業に乏しい、パラグアイ最大の輸出商品となった。また、経済的に豊かな地域からは、 地理的に隔絶されていたために、経済の自給自足化と、それを支えるための技術が発達し、面織物や比較、木製品などの輸出商品を生産するにまで至った。文化面では、トリニダードの教会のようなレンガ製の教会の、建造や、グアラニーバロックの製造製作グアラニー語の辞典や、文法書の編纂とグアラニー語そのものの実用言語化、 ヨーロッパの音楽の導入といったような文化的な事業がヨーロッパ諸国から派遣されたイエズス会イと現地グアラニー族の信徒によって進められた。不況村落のインディオは当時のラプラタ地方の一般的なスペイン人よりも高度な色を享受しているとみなされており、より豪華な住居で暮らしていたと考えられる。1680年にポルトガルによって ブエノスアイレスの対岸にコロニアドサクラメントが建設されたことはラプラタガー流域をめぐるスペインとポルトガルの対立を激化させていたがこの対立は1750年に締結されたマドリード条約によってポルトガルがコロニアドサクラメントと実効支配していないフィリピンをスペインに譲渡することと引き換えにアマゾンガー流域と現在のブラジル南部の広大な 地域をスペインから獲得するという取引を経て、解消に向かうことになった。この条約で、スペインからポルトガルに引き渡されることとなった。ウルグアイ側東岸の7つの京家村を引き渡す。ことは、住民のイエズスカイ氏とグアラニー族の強い抵抗を引き起こしたが、1754年と1756年の、スペイン・ポルトガル連合軍による政党によって7つの、 京家村は強制移住を余儀なくされた。この事件によってイエズス会の権威は低落し、最終的にはカトリック教会からの王権の強化を図った国王、カルロス賛成によって1767年にスペイン全土からイエズス会は追放されることとなった。イエズス会の追放によって不況存落の歴史も終焉し、イエズス会に代わって新たな統治者となった。 フランシスコ海、ドミニコ海、メルセード海は、グアラニー族の集奪のみに専念したため、グアラニー族の文化を育んだ、不況村落の形態そのものも、衰退の一途をたどった。1776年に、カルロス3世が、啓蒙先生主義改革の一環として、ブエノスアイレスを首都とした、リオデラプラタ副王領をペルー副王領から分離すると、パラグアイも新たに創設された。 副王領の一部となった。近代における世界の一体から天アメリカ諸国の独立も参照パラグアイ最高統領フランシア博士。1814年から1840年までパラグアイを統治した。1808年にナポレオンのフランス帝国軍の圧力の下でスペイン国王フェルナンド7世が退位させられ、ナポレオンの弟のホセ1世が新たな王に据えられるとスペイン各地で 伝統的支配層や民衆の抵抗運動が始まった。スペインでの政変にこうして、スペイン領インディアスの初都市でも、ホセ一世への忠誠を拒否したクリオーリョたちが自治を求めて反乱を起こした。ブエノスアイレスで結成されたカビルド・アビエルトは、コルネリオ・デ・サーベドラを議長に政治委員会を結成し、1810年5月25日に5月革命を達成したが、 リオデラ・プラタ副王領のバンダ・オリエンタルやコルドバ、アルト・ペルー、そしてパラグアイはブエノスアイレスの移行に従わない態度を示した。このためブエノスアイレス政府は翌1811年の1月から3月にかけてマネル・ベルグラーの将軍率いる遠征隊をパラグアイ征服のために派遣した。この遠征隊は総督ベルナルド・デ・ベラスコ率いるパラグアイの王統派軍に敗れたが 結果的には、この遠征によって、パラグアイのクリオーリにも、自治意識が芽生えた。自治派に屈した総督ベラスコは、同1811年5月16日に、自治派のフランシア博士を加えた、臨時政府を樹立し、臨時政府は5月17日に、ブエノスアイレスからの独立を宣言した、注釈に、1813年10月12日には初めて、 パラグアイ共和国の名称が使用され、パラグアイは未だに独立戦争を続ける他のイスパのアメリカ諸国に先駆けて南米の奥地に孤立した独立国家としての道を歩み始めた。1814年に最高統領に就任したフランシア博士が議会から独裁権を獲得すると、フランシアはパラグアイの政治的安定を脅かすと思われた。 外国の干渉や自由主義思想の流入を防ぐために、鎖国政策のもとに独裁的なやり方で国内を統合した。この時期に反対者は徹底的に弾圧され、フランシアはクリオーリョ層を解体するためにクリオーリョ同士の結婚を禁止して、インディオとクリオーリョの人種融合を図り、大土地所有者から接収した土地を民衆に分与した。フランシアの下で、 国家は当時パラグアイに存在しなかった民族ブルジョアジーの役割を果たし農民と結んだフランシアは植民地時代から続くクリオーリョ加藤支配層の根絶を果たした。フランシア博士が1840年に没すると1841年にカルロス・アントニオ・ロペスト・マリアノ・ロケア・アロンソが二党政府を樹立した後1844年に アントニオ・ロペスが大統領に就任した。アントニオ・ロペスはフランシア時代の鎖国政策を一転し、開国と布告政策に努めて外国貿易が再開され、ヨーロッパからの先進技術の導入も進められた。パラグアイからはマテ茶や木材が輸出され、鉄道、造船所、製鉄所の建設など工業化も進み、社会面では ラテンアメリカ発となる義務教育制度が導入された。当時の国土の98%は公有化されており、農民には売却を禁じた上で公有地の使用権を分与し、74存在した国営農場の下で二毛作などを導入した生産性の高い農業が行われた上に、保護貿易政策の下で貿易は大幅な黒字を達成し、外国債務は存在せず、 通貨は強く安定していた。一方外交面ではアントニオロペスはパラグアイをアルゼンチンの一部だとみなしていたフアンマヌエルデロサスとロサス失脚後パラグアイ側の自由航行権を得るために武力を背景とした外交圧力をかけたブラジル帝国によって脅かされていた。ブラジルとの衝突は百五十八年に交渉によって回避されたがその後も領土問題をめぐって ブラジルとは緊張した関係が続いた。このような周辺国との緊張関係もあって、アントニオロペスの時代には軍事力が強化され、1862年までには常備1万8000人、予備4万5000人に達する当時のブラジルに匹敵する強力な軍隊が整備された、注釈さ1862年10月にアントニオロペスが没すると、 息子のフランシスコ・ソラーノ・ロペスが新たな大統領に就任した。詳細は三国同盟戦争を参照、フランシスコ・ソラーノ・ロペス大統領の最後の写真。この写真が撮影された年の3月1日に、私は祖国と共に死ぬと語って戦死したと伝えられている。ウルグアイがわ流に存在するウルグアイでは、1828年の独立直後から、 親アルゼンチン派のブランコ島と親ブラジル派のコロラド島が主導権争いを繰り広げており大戦争と呼ばれた一連の戦争が1851年に終結した後も両島は抗争を繰り広げていた1852年に火星ロスの戦いに敗れたアルゼンチンの支配者ロサスが失脚しその後アルゼンチンが国家の統一を経て1862年に バルトロメ・ミトレを主犯とする自由主義政権が成立するとアルゼンチンの自由主義者はロサス時代に友好的だったブランコ島ではなくコロラド島を支援するようになった。1860年に成立したウルグアイのベルナルド・プルデンシオ・ベロ政権は1863年4月にアルゼンチンとブラジルの両国に支援されたベナンシオ・フローレス率いる ブランコ島軍の侵入に直面し、またもウルグアイは内戦に陥った。ウルグアイのベロ政権はこの危機に際して、パラグアイのソラーノ・ロペスに救援を要請しており、アルゼンチンとブラジルに翻弄される、小国ウルグアイの姿に、自国の未来の運命を見出したソラーノ・ロペスは、1864年8月に、ベロの後継者となった新しいを挙げ入れ大統領の要請を受け入れ、ブラジルに、 ウルグアイへの軍事干渉があった場合は戦争も辞さないとの通帳を発していた。一方ブラジルはこれを無視し、1864年10月にウルグアイ領内に軍事侵攻を開始した。このブラジルの軍事行動にこうしてパラグアイは国内に停泊していたブラジル戦のマルケスデオリンダ号を打破し、両国は戦争状態に突入した。我が子の遺体を前にするパラグアイ兵、 ホセイグナシオ・ガルメンディアが、1864年12月に、ブラジルのマットグロッソ州に侵攻したパラグアイ軍は、軽装地帯を攻略し、他方で、アルゼンチンのミトレ政権に対しては、ウルグアイ救援のため領土通行権を要請した。ソラーノ・ロペスとアルゼンチンの、反体制的な地方軍事指導者の東目フストホセで、ウルキーソの間には、アルゼンチンが、 領土通貨を拒否した場合、ウルキーサが反自由主義的な勢力を急合して、ミトレ政権に対し放棄することが密約されていたが、ミトレが領土通貨を拒否した後もウルキーサは放棄することなく、ソラーノ・ロペスは、ウルキーサに放棄を促すために1865年3月にアルゼンチンに対して戦線を布告した。さらに、ウルグアイでも情勢は動き、ブランコ島のアギーレ大統領が、 コロラド島と和解して、コロラド島のベナンシオ・フローレスが臨時大統領に就任したため、フローレスはパラグアイとの敵対を選び、1865年5月1日にアルゼンチン、ブラジルと共に対パラグアイ三国同盟を結成し、三国同盟の総司令官にはアルゼンチンのミトレ大統領が就任した。こうして、ウルグアイのブランコ党政権とアルゼンチンの 反体制派カウディ領を急合して、ブラジルに挑むというソラーノ・ロペスの計画は、完全に破綻し、パラグアイは三国同盟との戦争に突入した。戦争終結後のパラグアイの領土の変遷。戦前の領土の東西をそれぞれ、ブラジルとアルゼンチンに併合されている。早くも1865年6月には、リアチュエロの海戦で、パラグアイ海軍がブラジル海軍に壊滅させられ、 パラグアイは大西洋への出口であるパラナ川の航行権を失ったが、海上貿易を封鎖された後も、パラグアイの抵抗は続いた。以降1866年5月のツユティの戦い、1866年9月のクルパイティの戦いと両軍は、パラグアイ側の要塞線に沿って、一進一退の攻防を繰り広げていたが、1868年1月に、 ミトレイに代わって、ブラジル軍司令官のカシアス公爵が三国同盟全体の総司令官となると、ブラジル軍は猛攻撃の末に1868年8月に、ウマイタ要塞を攻略し、1869年1月には、パラグアイの首都アスンシオンを陥落させた。この戦争の最中、アルゼンチン国内では自由主義政権の近代化政策によって、存在を脅かされていた。 地方諸州のカウディリョがソラーノ・ロペスを支持して放棄し、特に1866年12月から1869年1月まで続いた固まる下州のフェリペ・バレーラの反乱は大きなものとなったが、戦争の大勢を変えるにまでは至らなかった。アスンシオン陥落後も残存兵力を率いて抵抗を続けていたソラーノ・ロペス大統領は1870年3月1日に、 セル・コラーの戦いで戦死し、戦争は終結した。戦争はパラグアイにとって破滅的な厄災となった。戦前52万5000人だった人口は、戦後の1871年に21万1079人と大きく減少し、男女比は1、4となった。国土についても戦前の領土の1、4がアルゼンチンとブラジルによって併合され、 戦前98%を占めた公有地はアルゼンチン人をはじめとする外国人によって買い上げられ、それまで存在しなかった大土地所有者層が新たに生まれることになった。パラグアイ人の捕虜は奴隷制が存続していたブラジルのサンパウロのコーヒー農園に連行された。戦後すぐにパラグアイには300万ポンドに及ぶイギリスからの借款が持ち込まれ、 産業基盤が壊滅した上に押し付けられた自由貿易は戦前存在したパラグアイの工業基盤に止めを刺した。こうしてパラグアイは国民、国土、経済的独立をすべて失い、廃墟の中から新たな歴史を築くことを余儀なくされたのであった。三国同盟戦争後、政治的にはブラジルが経済的にはアルゼンチンがパラグアイに大きな影響を与え、同時に政治は 工場的な不安定によって支配された。1880年代に大統領を務めたベルナルディーノ・カバジェロとパトリシオ・エスコバルの二人の将軍の時代には軍事力を背景にした安定が確立され、この時期にはイタリア、ドイツ、スイスなどからの外国移民やアルゼンチン資本をはじめとする外国資本がパラグアイにも流入し、また、 エスコバール政権期の1887年には、後の主要政党となるコロラド党と自由党が結成された。20世紀に入ると、1904年に自由党が革命を起こして、コロラド党政権を打倒し、以降1936年まで自由党が政権を担当することとなった。自由党政権も不安定ではあったものの、秘密投票制の導入や、 教育の普及などの前進的な改革が進み、1928年には初の複数候補による大統領選挙が実現された。20世紀初頭には国土西部のチャコ地方をめぐってボリビアとの対立が始まったため、1907年に両国の武力衝突を回避するためにアルゼンチンの仲裁によって暫定国境線が引かれた。1920年代に入り、 緊張が再燃すると、両国は軍拡競争やスタンダードオイル・オブ・ニュージャージーのような先進国の国際石油資本の移行を巻き込んで対立を先鋭化させた。チャコ戦争も参照パラグアイとボリビアの領土競争地域だったグランチャコの位置関係。1932年6月15日に、ボリビア軍はパラグアイのカルロス・アントニオ・ロペス要塞を攻略し、 この攻撃によって両国は戦線布告なき戦争状態に突入した。7月にパラグアイ軍はカルロス・アントニオ・ロッペス要塞を奪還、続いて同年9月にボケロン要塞を攻略した。翌1933年5月10日にパラグアイはボリビアに戦線布告した後、ドイツ人軍事顧問のハンス君と率いるボリビア軍の総攻撃を ホセフ・フェリックス・エスティ・ガリビア中佐が頓挫させるなど選挙区はパラグア優位に進み、1933年、1934年のパラグアイの反抗を経て1935年1月には、戦線はボリビア領内に移行した。しかし、ボリビア軍の頑強な抵抗が続き、財政的にも戦争の継続が困難となったため、1935年6月に、 アルゼンチンの仲介で休戦協定が結ばれた。チャコ戦争によるパラグアイの死者は3万6千人に達したのにもかかわらず、ブエノスアイレスで締結された休戦協定はパラグアイにとって必ずしも満足いくものではなかったため、前線から帰還した軍部の将校たちは公然と政府に攻撃を加えた。先手を制したエウゼビオ・アジャラ大統領は、 将校の指導者だったラファエル・フランコ大佐を追放したが、このことは逆に軍内部での怒りを爆発させる結果となったため、1936年2月17日のクーデターでアジャラ政権は崩壊し、亡命先のアルゼンチンから帰国したフランコが新たな大統領に就任した。文民政府への批判を社会改革につなげたフランコは、 親ファシズム的な傾向からの農地改革の推進や、労働者の保護、ナショナリズムの公用のためのソラーノ・ロッペスの名誉回復など、加藤支配層の基盤を揺るがす、急進的改革を行ったため、翌1937年8月の軍保守派のクーデターによって失脚したが、フランコの社会改革の理念は2月党によって受け継がれた。パラグアイと、 ボリビア両国の正式な和平条約の締結は1938年7月21日となり、パーラグアイは、継承地のチャコ地方全体の領有権を獲得することに成功した。フランコの失脚後は、ホセ・フェリクス・エスティ・ガリビアと、イヒニオ・モリニゴの二人に将軍によって軍勢が敷かれた。第二次世界大戦が勃発した後、モリニゴは、 アメリカ合衆国との協調を軸とした外交と社会保障制度の拡充を軸にした内政で内外の支持を獲得する一方で政党の存在を弾圧するなどの独裁的な側面を合わせ持っていた。パラグアイ内戦も参照第二次世界大戦後、イヒニオモリニゴ将軍によって軍政が敷かれていたパラグアイでも民主化要求が高まったため、1946年7月にモリニゴは 政党活動を全面的に自由化し、合わせて、コロラド党、2月党との連立内閣を組閣したが、閣内での2月党とコロラド党の対立が激化したため、1947年初頭に森二号は、コロラド党と軍部に移居して2月党の指導者を、国外追放した。この措置に対して3月7日に2月党が、首都アスンシオンで反乱を起こし、翌8日に、 この反乱に交応した軍の一部が、コンセプシオンでモリニゴに対して反乱を起こすと、軍部将校の8割がこの動きに交応し、パラグアイは内戦状態に陥った。モリニゴは、アルゼンチンのペロン政権からの武器援助とコロラド島を支持する農民の軍事力を得て、反乱を打ち合することに成功し、内戦は8月19日に終結したが、モリニゴは、報復に2月と、 自由党、共産党などの反乱を支持した諸政党に対する大弾圧を図ったため20万人から40万人と推計される反政府派パラグアイ人が亡命することとなった。内戦終結後、モリニゴ自身がクーデターで失脚するなどパラグアイの政治的不安定は頂点に達したが、この混乱は1949年9月に 就任したフェデリコ・チャベス大統領によって収集された。しかし、チャベスもまた1954年5月に軍部のクーデターによって失脚した。後に続いたのはラテンアメリカでも稀に見る長期の独裁政権だった。チャベスを失脚させた1954年5月のクーデター後、クーデターの黒幕だった陸軍総司令官にしてコロラド党員のアルフレド・ストロエスネルは 形式的選挙を経て、同年8月15日に大統領に就任した。ストロエスネルは、コロラド党と政府と軍部を自派で掌握することに成功したことに加え、当該の反体制派には、戒厳令を敷いて弾圧して、4年に一度の大統領選挙で確実に自身が勝利することを可能にする体制を築き上げ、コロラド党による一党制に近い体制に国家を再編した。 ストロエスネル政権が長期化したことには、以上の他にも、経済政策において、周辺諸国と比較すれば、成功を収めたこと、特にアメリカが市中国や国際通貨基金に従って、市場開放政策と外資導入を軸に1970年代の工業成長を達成したことや、1954年から1969年までの 188? の外国人農業移住地を開設することなどで農業成長を達成したことが体制安定化の大きな要因として挙げられる。また、ストロエスネルの反共主義と新米政策も政権を維持する要因の一つになったとみられ、アメリカ合衆国のみならず、1964年のブラジルクーデターによって成立した新米反共的なブラジルの軍事政権との 友好関係も深く、1965年にドミニカ共和国でドミニカ内戦が勃発し、社会改革を目指したフランシスコ・カーマニョ大佐と敵対する反響的なエリアス・ウェッシン・イウェッシン将軍を支援するためにアメリカ海兵隊が派遣された際には、ブラジル軍の指揮下でパラグアイ軍の不評大隊をドミニカ共和国に派遣している。反面、ストロエスネル政権下では、 密貿易が横行し、1.5%の大土地、所有者によって、全高地の90%が所有されるほどの土地所有の河川化が進行した。このようにストロエスネルは、成功を収めた独裁者となったが、1980年代に、周辺諸国が次々と民政移管する中で、徐々にストロエスネルの個人支配に対する反感が高まり、 最終的には1989年2月2日に勃発した陸軍のアンドレス・ロドリゲス将軍のクーデターによってストロエスネルはブラジルに亡命し35年に及んだ独裁体制は崩壊した。クーデター後、ロドリゲス将軍は1989年5月1日に行われた大統領選挙に勝利し民主主義への移行を目指して1992年に新憲法を交付した。 1993年5月の大統領選挙では、コロラド島のフアンカルロス・ワスモ氏が当選した。ワスモ氏は、陸軍総司令官のリノ・オビエドによるクーデター未遂事件に直面したため、オビエドは投獄されたが、1998年にコロラド島からラウルクバスが大統領に就任すると恩赦で釈放された。1999年3月に反オビエド派の ルイス・アルガーニャ副大統領が何者かに暗殺されると、クバスは隕石辞任し、上院議長のルイス・アンヘル・ゴンサーレスが大統領に就任した。2003年の大統領選挙では、コロラド島のニカノルド・デュアルテが勝利し、大統領に就任した。2008年の大統領選挙では、中道左派の野党連合変革のための、 愛国同盟のフェルナンドルー・ゴゲン神父が勝利し、1947年のパラグアイ内戦から61年続いたコロラド党政権は終焉した。ありがとうございます。